今堀達三郎今堀達三郎9月15日から1959年12月29日は日本の衆議院議員、薬剤師。愛知県名古屋市の三輪の家に生まれ、今堀家を継いだ。1896年、日本薬学院を卒業。薬剤師試験に合格し、愛知県防易官愛知県衛生技師、東洋防石株式会社食卓。 愛知薬学校講師などを務めた。また日露戦争、シベリア出兵の際には、陸軍薬剤官として従軍した。愛知県薬剤師会会長、名誉会長、名古屋番薬同業組合長、日本薬剤師会副会長などを歴任した。1913年より、名古屋市会議員に7度選出され、資産次会員にも選ばれ、議長を3度務めた。また、 愛知県会議員にも3度選ばれ、県三次会員、支部会議長を務めた。1930年、第17回衆議院議員総選挙に出馬し、当選を果たした。1934年、全国市会議長会第3大会長に就任。その他、東海製薬株式会社専務取締役、社長、中央製入、株式会社取締役、 名古屋薬学専門学校上無理事を務めた。ありがとうございます。